ロバート・エンイチ・プリュインはアメリカ合衆国の法律家、軍人、外交官、政治家である。プリュイン家はニューヨークにおける最も古くまた最も尊敬されているオランダ系の一家であり、プリュインが生まれた時点ですでに200人以上オルバニに居住していた。プリュインは1833年にラトガース大学を卒業し、1836年には修士号を取得した。 その後、オールバニで法律家としての修行を開始した。また、州の民兵としても活動し、1841年には軍の法務総監に任命され、その職を1846年まで務め、また1851年にも同職に就いた。ウィリアム・スワードの政治仲間であり親しい友人でもあったため、1848年から1852年まで、 さらに1854年には、ニューヨーク州会員のオールバニ地区選出の保育党第二首を務めた。1850年1月30日、会員議長のノーブル、SL ダーキンが妻の病気の看病のため辞職すると、プルインムが議長に選出された。また、1854年にも議長に選出されている。1855年、マイロン・ H ・クラーク州知事は、 ジョン・ワッツ・ド・ペイスターに代わり、プリュインをニューヨーク州軍の州兵長官に任命した。また、民兵組織においては、順庄の地位を得た。1861年、国務長官となっていたスワードの個人的な要請に、基づき、エイブラハム・リンカーン大統領は、プリュインを第二代の中日米国講師に任命した。プリュインはこの時経済的に困窮していたこともあり、 高級である上に有利な為替で大きな利益が上げられることを前任のタウンゼント・ハリスから聞いており、この職を受け入れた。1862年5月17日に、ブリュインは将軍、徳川家持に謁見し、リンカーン大統領の新任状を提出した。前任者のタウンゼント・ハリスと同様、当初は欧州諸国とは異なる独自外交を行った。 生麦事件後、イギリス・フランスが武力を背景に幕府と交渉を行ったが、プルイムはこれに対して批判的であった。しかし、その訪韓外交が効果を上げるのを見たこと、さらに自国の軍用反戦ワイオミングが日本に派遣されてきたことから、徐々に英仏との協調路線に転換していく。アメリカにとって、プルイムの日本における最大の功績は、 下関戦争後の交渉であった。下関海峡で米国商船が砲撃されたことを知ると、プルインはワイオミングに報復攻撃を命じたが、これは日本に対する西欧諸国の最初の攻撃であった。四国艦隊下関砲撃事件の際、アメリカは適切な蒸気軍艦を日本近海に有していなかったため、蒸気商船た、基安をチャーターし、武装させて、 攻撃に参加させた。江戸幕府との交渉はアメリカにとって極めて成功であったと認識されている。なお、軍艦発注では問題を起こしている。1862年9月22日、老中、板倉克清と水野忠清がプリンに軍艦の発注を相談した。幕府は、専人のハリスにフリゲートとコルベットをそれぞれ一石発注していたが、 南北戦争の勃発で実現していなかった。プルインは大型艦よりは小型艦を多数持つ方が良いと回答した。10月14日、最終的にコルベット2隻、ガンボート1隻と蒸気機関駆動の方針中リバンがアメリカに発注された。1864年6月、富士山丸が完成したが、下関戦争の勃発により、リンカーン大統領は、 富士山丸の出港を差し止め、その他の軍艦の製造も中止された。結局、富士山丸が日本に到着したのは1866年1月23日であった。プリームはこの軍艦の製造業者として、身内を使った疑惑があり、幕府に対して、リンカーン大統領の指示の関する十分な説明もしなかったため、幕府の信頼を失った。このため、 1865年にアントン・ポートマンを代理講師とし、病気を理由に帰国した。1865年ニューヨークに戻り、ウィリアムズ大学において、法学博士号を取得した。さらに、オールバニ国立商業新宅銀行の頭取りとなり、また、オールバニ法律学校の創立者の一人となった。1866年には、ニューヨーク州知事選挙に副知事候補として、 立候補したが、落選した。1882年2月26日、オールバニにおいて休止した。ありがとうございます。